これが私が使ってるリールと。もう結構ボロボロなってきたけど、島野さん、そして私はアジ釣り、黒釣り、投げ釣り、底釣り、もういろいろな竿をこの一本で今までやってきてるんですけれども、ハンマーヘッドシャークやり取りして上に上げて網で最後はねすくったんですけど、この磯竿で仕留めることができました。糸はハリスじゃないわ、道糸サンゴです。やっぱね、30センチ超えるお魚これかかるとね、結構まこうなるから面白かったですよね。カワハギでも全然楽しめます。よいしょ。で、今日中古品で見つけました200円カットグレ、これぐらい大きい針でよかです。11号って書いてます。でもう一つ、眠りセイゴって書いておくのかな。どれぐらいかって言いますとね、ハリスの1号と 1.5、 重りはね、防波堤は基本的に6号、磯とか引っかかりが多い時は3号使ってますね。よいしょ。これぐらいです。これぐらいっていうかどれぐらいかはちょっと分かりづらいと思いますけど、なんかないかな。絆ちょっと、いや絆もピヨピヨは知らんしっていう人も絶対おると思う。あ一般的サビキ釣りの時のカゴです。ああ落ちましてばっかやな。よいしょ。こんな感じです。魚がですね、食いがいい時、魚がもう上に見えてる時、サビキ釣りはですね、カゴにいっぱい網を入れる必要性は全然ありませんから。もう半分切って、こうやって手作りですけどね、これで十分です。そしたらね、餌も倍持ちますからね。あとかさ増しにパン粉を入れることもお勧めいたします。明日ね、どこの海かちょっと。まだ海は未定ですけど、サビキ釣りしてからの根魚狙いに海の旅に出ようと思います。まあ、朝からはちょっと暑いのでね、朝早くも起きれませんしね、朝が苦手かとですもんね。私は夕方前に行って頑張ってみたいと思う。何かしら釣れたらまた投稿していって、調理し、息作りになるのか姿作りになるのか分かりませんけど、海を選び釣り料理しね、いろいろやってますけれども、何か釣れるかなっていう不安もね、不安の方が本当大きいですよ。まあ撮影しながらでも何かしら釣れたら投稿したいと思います。明日根魚ね、たまたまこの間旗じゃないわ、アラや、アラ35センチやったけれども、何かしら釣れたら投稿します。よいしょ。